これは修羅の国の山の奥の洞窟にあるそれなりの秩序と法律に守られた国の話正しい悪魔でもこれを聞くあなたのそれとは違うルールでかい獣炎も水も狩人の領地もこの洞窟の奥様彼らは恐れるに足らず仮に人里に降りようもんなら確実にぶっ壊れてしまうだろうパワーバランス腹が減れば食って寝たい時に眠る衣食住がそのまま直結する娯楽あなたの仲間がありがたかる麻薬を乾かしも燃やしもせず毎秒見れとく飽きてきたら本能の奴隷でいられなくなったに広げ物空腹と睡眠とセックスを立ってみたって脳みその隅っこが腹ペコったって叫んでるどうしてある日の真夜中林の向こうから地鳴りと笛の音山火事みたいにオレンジに染まった夜空腐った米と大勢の汗の匂いもしかして世界が終わったのか炎よりも水よりも狩人の猟銃よりも危ない予感がすると荷物をまとめる仲間を尻目に獣道をかき分け曲を闇に滑らせ影を縫うわずかな光に目を血走らせ森が消えて開かれた空間獣を見つめる小さな人間叫び声を上げてさんさん冒険幻覚化化病化ピカピカ光る布に謎の幾何学模様地鳴りの中心小さな立方体聞いたことのないでかい音を出せる気づけば叫んで体が動いてたたった今戻りすり触れた